高弘です。ですね、皆さん100円均一は好きだと思うんですけども、今回ね、多分前から発売してたとは思うんですけども、今回僕はね、去年100均ダイソーで見つけた、この今日はね、これを紹介したいと思うんですけども、このおもちゃのプチブロックの、今回はドクターイエロー。結構動物とか、なんか車とか、なんかいろんなシリーズのやつがあるみたいなんですけども、まあ僕ショートとかでもちょいちょい上げてる通り、結構ドクターイエローが好きなんですよ。で、今回ちょっとね、ダイソー行った時にこれを見つけたので、ちょっとやってみたいなと思って、で、一応このね、戦闘車両用と中間車両用ってやつがあって、で、一応そのドクターイエロー自体は7両なんですけども、それに合わせた作り方ができるようで、この戦闘車両と、あとこれを一番後尾車両作れたり、で、あとこの中間車両も、その車両によって若干上の方とか窓の形状は違うので、それに合わせて作れるみたいで、一応合計7両分作れるみたいなので、早速今回はこれを組み立てていきたいと思います。ちょっとね、ドクターイエロー好きなんで本当にね、楽しみで、実はね、他のその新幹線のやつも、子供のやつで、はやぶさとか小町、新幹線詳しくない人はちょっとわからないかもしれないんですけど、作ったんですけども、100円にしたら結構クオリティがいいので、ちょっとね、ドクターイエローも完成が楽しみなので、早速組み立てていきたいと思います。それでは作っていきましょう。
ということで、今回プチブロックのこの100均のねドクターイエローを組んでみたんですけども、こう結構ね7両ってなると結構長いものが出来上がったんですけども、この100円でこのねこのクオリティすごくないですか。これ100円でまあこんだけ遊べるってなると、やっぱちょっといろいろやってみたいなって気持ちにもなったんで、またちょっと他の、まあ、新幹線に限らず、まあ、飛行機とか車とか、まあ、あと、まあ、動物とかもあったんで、まあ、ちょっと他のやつも、ね、ちょっと機会があったらやってみたいなって思ったんで、また興味ある人はダイソー行った時はこのブロックとかたくさんあるんで見てみて作ってみるのもいいんじゃないかなと思いました。本当にねちょっと作ってて、まあ、ちょっと時間かかるんですけど、ブロックも小さいんで対象年齢12歳以上だったかな、なんでまあちょっとね細かい作業苦手な人はちょっとやりにくいかもしれないんですけど、ちょっと完成した後の満足度はいいなって感じでした。またぜひよかったらやってみてください。僕あと Twitter と Instagram、TikTok の方やってますので、そちらの方を概要欄の方に載せておくのでまたチェックしてみてください。あとこの動画が良かったと思った人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。